はい、尾形です。今日もよろしくお願いします。僕めちゃくちゃゲームが好きでですね、こんな本まで書いちゃうぐらいゲームが好きなんです。で、ゲームで特に今子供たちが一番やってるのはフォートナイトですよね。そのフォートナイトってどういうゲームか皆さん知らない人も多いなと思ってて、これぜひね、子供はお母さんとかお父さんとかに見せてほしいんですけど、フォートナイトがいかに素晴らしいゲームかっていうのを今日話したいと思います。ゲームって本当に人生に役立つんですよ。僕そういう本を書いてるんですけど、この本の中でも茂木健一郎さんと対談してるんですけど、脳科学者の茂木健一郎さんとゲームがいかに教育的に脳科学的に役に立つかみたいな、そういうテーマで対談してるんですけどね、ゲームってめちゃくちゃ役に立つわけです。特に教育的な意味でも脳を鍛えるっていう意味ですごく役に立つんですけど、特にフォートナイトはものすごくいいゲームなので、今日はフォートナイトの話をいろいろ僕なりの解釈を入れながら話をしたいと思っています。フォートナイトまず、どういうゲームか簡単に説明をすると、無人島にですね、プレイヤーが降り立っていって、でそこで銃を持ってですね、相手を撃ち合いをして、1人になるまで、生き残るまでやるサバイバルゲームです。で、よくこういうゲームってこれまでもあったんですけど、フォートナイトがすごく特徴的なのが、建物を壊したりとか、逆に建物を新しく建てたりとか、そういう建築の要素が入ってるんですね。なのでこれまでだったら壁に隠れて撃ち合うくらいのものだったのが、そうだけじゃなくて、自分で壁をその場で作ったりとか、階段を作ったりとか、結構いろいろできることがたくさんあると。でだから毎回全然戦い方が変わってきたりとか、すごくとにかくやることが多いです。隠れて撃つだけじゃなくて、その場でまずは敵と向き合ってから、勝負が始まるみたいな、これまでとあんまり違うサバイバルゲームだなというふうに思ってます。なので操作やってる手とか見るとすごいですよ。ものすごい速度でコントローラーを動かしてバーってやってますから、だからこれは確実にすごい速度で情報を処理してるんだろうなと思って、すごい頭がいいなと思いますね。であとフォートナイトは複数人で遊ぶ、4人1組とかで遊ぶゲームなんですけど、なのでチームワークがすごくできます。こうやって電話つないで、左から敵来てるよとか、ちょっとこのアイテム欲しいよとか、会話をしながら、チームで連携しながら、対戦をしていくので、すごく友達ができやすいゲームだなと思っていて、フォートナイトでね、世界中に友達がいるみたいな、そういう子供もたくさんいて、なんなら英語めっちゃ喋れますみたいな、フォートナイトで海外で友達がいて、その子英語でやってるから、ね、僕も英語使えるようになりましたっていう話っていっぱい聞くんですけど、そういうコミュニケーションの要素もすごく入ってるなと。でなんかフォートナイトを見てて、すごいこれまでの銃撃戦の感じのゲームとはちょっと違うなって、結構大きく違うなと思ったのが、絵がアニメっぽいんですよ。これまでの銃撃戦系のゲームってすごく銃がリアルに描かれたりとか、キャラクターも本当の人間っぽさがすごく出てて、撃ったら銃を撃ったら血が出るみたいな、結構そういうグロテスクな、結構リアルな描写がすごく多かったですね。これまでの銃撃戦系のゲームってそういうのがやっぱ多かったんですけど、フォートナイトは全然そんなことなくて、すごく絵とかもキャラクターもすごくデフォルメされていて、アニメっぽいのがすごいある。で攻撃をして相手に当たっても血とか出ないんですよね。点数が出るだけで。なんかそういう意味も考えても、すごくなんでしょうね、子供に優しいゲームになってるんじゃないかなって思うんですよね。やっぱり打ち合って血がドバドバ出るようなゲームってあんまり子供にやらせたくないじゃないですか。僕もそうなんですけど、フォートナイトに関してはそういう要素がすごく少なくて、いいなって思いますね。であと課金について、フォートナイトってね、オンラインゲームなんで課金もできるんで、親御さんとかは課金とか嫌だなとかいう人すごくいるんですけど、ただフォートナイトの課金って強くならないんですよ。フォートナイトにいくらお金を使っても強くならないんですね。能力値、パラメーターが上がるわけではなくて、見た目がかっこよくなるとか、なんかそういうものにお金って使われてるので、いくらお金出しても強くならないんですよ。で、これすごくいいゲームだなと思ってます。なので、親御さんが、子供がフォートナイトを課金したいとか言ったときに、課金なんてダメだみたいな感じで、突っぱねるんじゃなくて、でもそもそもフォートナイトを無料で遊んでるじゃないですか。パソコンとかだったら、ネットとかでも買えますけど、そんな高い金額じゃないわけですよね、ソフト自体は。それは課金があるから、ある意味その金額でできてるっていうことなんですよね。で、まあ、そもそも課金しても強くならないし、見た目がこうかっこよくなるスキンっていうんですけど、こういろいろキャラクターの衣装は変えれるんですよ。なんですけど、キャラクターの衣装っていっぱい持ってても、1回の試合に持っていけるの1着しかないんで、まあ、2、3着買いたいかもしれないけど、そのなんか何十着も買うイメージあんまりないじゃないですか。買ってもしょうがないんでね。で、そうなった時に、こうフォートナイトでものすごいこう何万何十万も使う課金するみたいな人あんまり聞いたことないんですね。なのでそういう意味でも課金の仕組みからしてもすごくいいゲームだなというふうに思っていて、だから僕はフォートナイトってすごくいいなと思うんですよ。チームワークも学べるし、情報処理もすごく上がるし、で、まあ、今ね、まあ、流行ってるってそれが大きいですよね。世界でユーザーが今1億5000万人くらいいますけど、世界で一番遊ばれてるゲームなので、まあ、1億5000万もっといるかな、まあ、相当遊ばれてる。で、だから世界中にフォートナイト友達ができる。世界大会もすごいですよね。賞金この前3億円の大会とかありましたけど、まあ、競技としてフォートナイトってすごく今、世界中で人気です。まあ、実際こう僕囲碁とか将棋とかいわゆるアナログゲームもすごく好きなんですけど、多分将棋とか囲碁ってその、まあ、全国大会世界大会とか行くよりも下手したらフォートナイトで行く方が難しいかもしれないですね。ユーザーの人口の数がやっぱり競技の難しさになるんで、1億5000万人ユーザーがいるフォートナイト多分相当難しいと思うので、なんかそういう意味でも競技としてもすごくいいんじゃないかなと。なのでまずはなんかちゃんと見てほしいんですよ。フォートナイトってどういうゲームなのか、フォートナイトってこうなのこうなのこうなのって理解した上で、これはあんまりやらない方がいいねとか、もっとやったらいいんじゃないとかってあると思っていて、なんかその辺の話をあんまり見ずに理解せずにゲームなんかダメだとか取り上げたりとかすると、やっぱ子供はすっごい嫌がりますよね。なんでみたいな、自分が好きなものを何も知らないくせになんでダメっていうのっていう、そういうのってなんか良くないなと思うんですよね。ゲームに興味がない人もいると思うけど、でも自分の子供がねすごく好きなものハマってるものにちょっとぐらいね興味持ってもらえた方がいいなと思うんですけど、でだからそれがどういうゲームかが分かると、子供がなんでそれを欲しがるか、なんでそれをやりたがるかっていうのが分かると思ってて、例えばこの前パソコンゲーミング PC って分かりますか？いわゆるゲームする用のパソコンがあるんですけど、ゲーミング PC ってまあ高いんですね。まあ高いんですけど、それをまあ子供が買ってほしいと言ってると。で、フォートナイトを今、任天堂スイッチで遊んでるんだけど、スイッチでフォートナイトを遊べるのになんでわざわざ PC を、高い PC を買わなきゃいけないのか、本当わからないんです、みたいな。そういう人がいました。で、これなんでかって、フォートナイトやってる人だったらもちろんわかると思うんですけど、任天堂スイッチで遊んでるフォートナイトとパソコンで遊んでるフォートナイトっていうのは、確かに同じゲームで一緒に遊べるんですけど、もし実力が同じ人が当たると、ほぼほぼ確実にパソコンが勝つんですね。なんでかっていうと、そもそもの情報処理能力が違うからです。スイッチの情報処理能力とパソコンの情報処理能力って違うじゃないですか。スペックの機械の問題、そもそも。なので、スピードが若干やっぱ違うんですよね。パソコンの方がやっぱ早く動けると。なった時に、同じぐらい実力の人が当たると、どう考えてもパソコンじゃないと勝てないんですよね。だから大会とか出てるとか、本当にプロゲーマーみたいな方は、もうほぼほぼ 100% パソコンを使ってると。なので、子供はパソコン買いたい、欲しがるっていうのは、それ確かに気持ちとしては分かりますよね。別になんかスイッチでやれるからパソコンは意味ないとか、そういう問題じゃないんですよ。同じゲームなんだけど違うゲームなので、パソコンを買うってことは、それはでも競技として本気で取り組むっていうことだと思うんですね。なのでそういう本当に思いがあるのかとか、ゲームをちょっとした遊びじゃなくて本当に e スポーツとして競技としてやろうと思ってるんだ、そういうことがちゃんと伝わるかどうか、そういうところを親子で話し合った上で、本当に e スポーツとして競技としてフォートナイトやるんだったらパソコン買わなきゃ話にならないので、なんかまずはそういう話、そういう前提で親御さんがフォートナイトどういうゲームなのかっていうのをまずは見てもらえた方がいいなと思いますね。あとはボイスチャットとかもそうですね。知らない人と話すのとか、ちょっとそういうの危ないと思うとか、まあ、そういうね話をするうるさいとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、でもフォートナイトは基本的にチーム戦なので、フォートナイトで一緒に戦っていって戦いながら、ね、左から敵来てるよとか、このアイテム欲しいよとかっていろいろゲームしながら会話をしてるんですけど、その会話が聞こえないわけですよね。こっちからも喋れないと。でその状態で結構試合するって大変だと思うんですよ。サッカーで全く一言もね喋らずに、なんか動きだけ見て、相手が次どこにパスを出そうと思ってるかとか、どこにどう行こうと思ってるか察知しながら戦う、対戦すると結構大変じゃないですか。そういう会話を全くせずにチームで対戦するって結構大変だと思うんですよ。だからボイスチャットが必要、やりたいっていうのは当たり前だと思っていて、それはもうでも逆に言うとボイスチャットやらずにフォートナイトやってても全然友達できないし、なんかむしろこう、ね、仲間外れにされちゃうっていうか、3人喋れて1人だけ喋れない状態だったらこの3人仲良くなるじゃないですか、どう考えても。だからこうボイスチャットでやっぱり友達作るべきだと思うんで、フォートナイトやるんだったらそういう電話とか話もしながら一緒にやるっていうのは必須じゃないかな。それをこうやめてしまうと余計にこうゲームのネガティブなところが出ちゃうっていうか、その依存症とかも含めて、ゲームの依存症ってゲームをいっぱいやってるから依存症になるわけじゃなくて、ゲームでその社会生活とかコミュニケーションを取らない状態が続くと依存症になりやすいので、友達と一緒にゲームいっぱいやってても依存症にならないんですよ。一人でコンピューターとずっとこう向き合って部屋の中でずっとこもってゲームするみたいな状態が続くと依存症になりやすいんですけど、なった時に正直全く会話をせずにひたすらこうね、こうパソコンとかそのゲーム上の画面だけやらってこう遊んでる状態っていうのは、中にその先にオンラインで本当に人がいたとしても人の顔も見えないし声も聞こえないので、本質的にはコンピューターと変わらないんですよね。だからボイスチャットなしでずっとゲームやってると依存症になりやすいと思います。人と仮にやってたとしてもほとんどコンピューターと変わらないので、中身は。だからそういうこうゲームがどういうゲームなのかっていうところをちゃんと親御さんは見てほしいなと思いますね。フォートナイトがどういうゲームなのかっていうのを正しく理解した上で、じゃあこういう遊び方もっとした方がいいよねとか、なんで子供がボイスチャットやりたいとか、ゲーミングの PC が欲しいかとかっていうのも理由も分かってくると思うんで、じゃあこうしたらいいね、じゃあこれはこうだねっていう、その上で話をしてもらえた方が子供は納得するんかなと思いますね。やっぱり全然理解もせずに、ただこれがダメだとかダメだって言うと、やっぱり子供からするとなんでってね、やっぱなると思うんですよね。自分が好きなもの、やりたいと思ってるものを全く知らない状態で批判してくるってすごい腹立つじゃないですか。逆の立場ってすごい腹立ちますよね。自分がすごい好きなものを全くよく分かんない人がそれダメだとか言ってきたらすごい腹立つじゃないですか。そういうのがこうゲームの話だとやっぱ起きてるなと思ってて。だからもうちょっとこう子供がやってるものに興味持ってもらって、そういうゲームなのかというふうに理解してもらえたらいいなと思います。フォートナイトはすごくおすすめのゲームですので、ぜひ一緒にね、親子で遊んだりとかも楽しいと思うので、ぜひ一緒にやってみてください。ということで、こんな感じで動画をいくつか上げてますので、他の動画もよかったら見てください。チャンネル登録等々もお待ちしております。高評価とかコメントもぜひぜひよろしくお願いします。ということで、今日もありがとうございました。ではでは。